アメリカのジョルトコーラジョルトコーラはアメリカのウェットプラネットビバレッジと ECC ジョールト LLC から発売されたコーラ。かつては日本でも UCC によって販売されていた。特徴はカフェイン2倍と砂糖100%である。その味は強烈で強い炭酸の後にカフェインの苦味が長く残る。アメリカではジョールトチェリボムの大ヒットを皮切りに ジョルトエスプレッソなど新作を立て続けに発売し、一大ブランドへと成長した。2005年から乾電池を模したボトル缶にリニューアルして、非常に人気を博した。なお、リニューアル版は、砂糖100%ではなかった。2009年、ウェットプラネットビバレッジ社が破産を申請。ジョルトコーラーの生産、販売は終了した。2017年8月に g クドッ c o m 上で、 バラエティストアのダラー・ジェネラルがジョルト・コーラを2017年9月に販売すると公表した。2008年当時のラインナップ2017年以降のラインナップ日本では1990年2月1日に UCC がライセンス生産及び販売を開始。ビート・タケシを起用したジョルト等キャンペーンなどを行ったが、その味は満人受けするものではなく市場で苦戦を強いられた。 1995年に味をマイルドなものに変更するも市場の反応は今一つで細々と生産された末2001年に生産終了となった。製品の感想を聞かれたたけしは冗談まじりにカフェインと砂糖2倍で太るよと北のファンクラブ内でつぶやいている。またたけしは CM 内でジョルト以外のコーラを飲むことは とりあえず人前では避けると言っておきながらも、盗息を破りゴルフ場など、他人の目があるところで他者のコーラをガブガブ飲まないで、くださいと、UCC 上島コーヒーの人に注意されたこともある。ありがとうございます。